ゃじゃん。いよいよ譲渡会の、準備を始めます、このキャリーですね。まずは、キャリーに入ってもらうということになりますので、手順としてはですね、まあ、こちらの準備は後でしますが、この洗濯ネット、これに入ってもらって、洗濯ネットに入ると猫はおとなしくなるということですね。このキャリーに、これはまああのあったかさと、クッションですねのためのマット、そしてそのマットに粗相をした時用のおトイレシートですね、これを養生テープです。養生テープで貼っておきます。でこれを中へ入れる。そして、移動中、行き帰りの時にですね、寒いといけないので、このネットを入れたにゃんこの上にお布団ですね、こんな形で入れると。そして、キャリーケースを閉じますが、これ、荷物なんかをがっちり止めるこういうゴムの、まあ、ロープというかですね、このような形で止めます。こうですね。これで、このこういう空きが万一の時も大丈夫ということになり、向こう行きますよね。で、譲渡会で、ラブくん、シオンくんが分かるようにこの札を貼っておきます。さらに、譲渡会のケージの中で、暖を取るためのこれですね、まあ、あの下に床に置いとくこうマットですね。それから今回はこのお気に入りのハンモック、これですね、ハンモックを持ってケージの中にぶら下げようと思っています。これについてはですね、前回、譲渡会でですね、このお二人が、ちょっと画面を切り替えます、譲渡会のケージの中で2人で、身をすくめてしまってですね、全然愛想どころではなかったというのがありますので、せめてハンモックに乗っているとちょっと見た目かわいいということもあるし、あとはリラックスできるかもしれないということでですね、ハンモックを用意しました。じゃああとは、時間になったら出かけますので、トイレとかちゃんとしといてね。はい、準備万端です。はい、そして、譲渡会で、この
ラブくん、シオンくんの魅力を引き立ててくれる首輪、これを、次々取り替えて受けを狙います。ね、そしてあとね、トイレシートのストック分、それから、現場でですね結構な長時間になりますので、おやつですね、これはご機嫌を取るためにもいいかなと。前回は全然もう、口もつけてくれないという感じ、ちょっぴり食べてくれ、そうね、でしたが、こんな感じでチュールも持っていきます。はい、で万が一のためにこのおやつも前回持ってかなかったけど、うん、こんな感じで、はい、こうなっています。これにして、これに入れてあげます。そしてですね、前回はやらなきゃいけないことが初めてのことが多かったので、人間の方もバタバタしたりナーバスになっていましたということで、今回はですねリラックスした感じで、自然にふわっと出かけて、現地では家にいるかのような、扱いをしてなでなでをいっぱいしたりなんかして、今回の譲渡会での、前回の反省を踏まえですね、いい感じに進むようにしたいと思っています。じゃあ頑張るぞ。ここ入れるね。さあ、ラブくんが気づいちゃったら困ったぞ。大丈夫でした。はい、はい、大丈夫だよ。ジャン君、ポンちゃんも心配で見に来ちゃったね。はい、準備できました。はい、ちょっと待ってね、すぐだからね。はい、ヤン君も大丈夫だよ。
ちょっと怖いけど我慢してね。お願いしますね。はい、準備できました。あとは出かけるだけです。さあ、それでは開けますよ。前回より落ち着いてるかな。前回も静かだったかな。はい、やっと着きました。はい、ちょっと目隠ししとくね。こちら慣れてるマットね。はい、これね。はい、誰かコピー取ってきて。シオンくん、はい。お隣さんがなんか泣いてるよ。これ首は。あ、そうだね。はい。こっちが下だね。立ち上がった方がいいと思うよ。うん、届かないと思うよ。よいしょ。これだと押すだけ。はい、はい、どうぞ。はい、ハンモックもつけられました。ですが、前回に近いような状態でだいぶビビっているようです。怖い。よし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 。ハンモックもあるからね。前回より少しはいい。なんかちょっともうこんなとこもあったなっていう記憶になってる。向こうには可愛い子がいるよ。いや、でも週末一緒に過ごしたいところがあるから、だから年末を届けてもらって。